聖歌手のマドンナさん62歳が来月3日に行われる米大統領選を前に民主党のジョーバイデン候補とカマラハリス副大統領候補に投票したことを公表しました。マドンナさんは sns にピンクに染めた髪にメガネをかけた。3枚の自撮り、写真と共にたった今。今投票したばかりの3つの顔。みんなも投票場に足を運んで責任を果たしてと投稿。 ハッシュタグをつけ、ファンに投票を呼びかけています。今年6月に、トランプ大統領をサイコパスと罵り、新型コロナウイルス感染症対策を批判していたマドンナさんは、2017年の就任式の際にも反トランプ抗議デモに参加するなど、たびたびトランプ大統領批判を繰り広げてきたことで知られています。今回の選挙でも、バイデン候補を支持することを表明していました。 マドンナさんは、先日も女性初の副大統領候補となったハリス上院議員について SN、SNS で知的で思いやりのある雄弁なリーダー、すべての人々の正義と権利を象徴する人物などと評する投稿もしていました。全米の多くの州で対面の期日前投票が始まっており、各地の投票場には、早くも多くの人が投票に訪れ、出ており、 マドンナさんも期日前投票に参加したようです出ておりマドンナさんも期日前投票に参加したようですハリウッドの俳優は本当に民主党が好きだな利権でつながってるんだろうけど認知症のバイデンを勧めてどうするんだよ息子は中共の利権とつながっているのにバイデンが無関係のはずもない 中国包囲網を施行としている米国の大統領には、はっきり不適格だ。